嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされ、空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い、邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍び寄る。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。はい、皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もね、エルダースクロールズオンラインイレブンハートパクト編の方の続きを、やっていきましょう。というわけでね、前回、我がね、リフトにある二丸店のね、我が邸宅っていうほどね、立派なもんじゃないんですけどね、こちらちょっと入りますか。オータムゲートのハウジングっていうところに、まあこれはね、ライちゃん用の家をまあ買ったというつもりだったんだけども、結局はもうここをみんなで使ってる感じになりましたね、うん、なんかね、使い勝手がいいんですよ。あんまりね、広くない方が結局はいいかなと思って、うん、家具がそんなにたくさんいらないでしょ。広いとじゃない、狭いと、うん。で、逆にね、ダガーフォールのね、でっかい屋敷は、もう家具がないとね、ちょっと閑散として、ちょっと寂しい感じになっちゃうんですよ。それがちょっと嫌で、うん、だったらこっちの狭い方でね、まあ、ぎっしり詰め込んで、ちょっと賑やかな家になった方がいいかなと思って。まあ、こんな感じにしましたよ、と。まあ、前回の最後ぐらいに多分お伝えしましたね、これね。うん、ここにウルがいて。新しいこのクヌちゃんがここね、あそこにアンドロモさんとヌジメがいると。で、まあ各ね、錬金だったり不樹だったりね、調理だったりね。で、外には家事とか縫製、あと木工、そして貯金のまあね、作業台がここにあると、まあ、いう感じに作ってある。まあ前回説明したんで、まあこれはいいでしょう。で、今日はね、二丸店にメインストーリーが、うん、ご覧の通りあるようだった。まあここを受けて次はこっち側に行くのかな、うん、ちょっとあれだね、イバルステッドには行かない感じなのかな、うん、そんな感じだね。じゃあ早速行きましょうか。よし、じゃあ行きますよ。もうレベルが47に、48になりかけている。47、いよいよレベル50が見えてきたね。レベル50になったらもうチャンピオンもガッと振って、
うん、なんだろう、まあちょっと強くなると思う、ちょっとどころじゃないな、結構強くなるんで。うん、そしたらね、まあソロでいけるところはまあグループダンジョンね、まあ、ちょっとソロでテーマクエスト追いかけてみたいなやり方して、ちょっとソロじゃ厳しいなってなってきたらちょっと仲間にお願いして、まあ、ちょっと同行を頼むという形で、ちょっとあれだね、グループダンジョンの方ちょっとしっかりやっていきたいなっていうのがあります。まあ、こんな感じで戦いますよみたいなのもまあ合わせてね。さてじゃあハウティング20点へようこそ、旅人よ。強大なフィオラ重視の会議に参加するのか、そうです、それともアイラ軍曹の使節団と共に来たのか。アイラ軍曹、どうも、フィオラ重視に急ぎの伝言がある。急ぎの伝言、急ぎなんだ。もしかしたら彼女の気分転換になるかもしれないな。最近問題続きなんだ。本当に重視が殺されそうになったんだ。こともあろうに犯人は彼女の私兵だった。いまいましいことだ。なるほど。つい先日アイラ軍曹が部隊を引き連れてやってきた調査のためにな。なるほど、従者無事だったのか。ああ、フィオラは勇敢なんだ。彼女はホーカーをその場で始末した。なるほど。聞いてくれ、私は持ち場を離れられない。軍曹と従者ならお前を歓迎してくれるはずだ。部屋は上階の主要区画の先にある。ありがとう、従者と話してみよう。なんかちょっと面白い人いたね。なんかさ、こうセリフ回しをさ、こうちょっとイケメン風に言うんだけど、喋ってるのはライリちゃんなんだよねこのなんだろう、矛盾どうしようかなってずっと思ってんだけど、いいのかな中の人がこういうこと言ってますと。あ、シャリーちゃんここにいるんだねあのここ多分魔術師ギルドなんだろうな、ここは。で、どこに行けばいいの。あの屋敷に入ればすごい名前だね。スバルクヤルジャイアンツペイン、かっこいいな。俺の名前はスバルクヤルジャイアンツペインだ。行ってみたいねエンジャーディアこれ、この屋敷じゃないんじゃね、この屋敷でいいのかな、合ってるよね、あれ違うな、なんか間違って、もう一個奥の屋敷だ、ここ酒場だこっちねいいね。20点ってでもこんな感じだったっけな、もっと岩に囲まれたゴツゴツしたとこだった気がする。上にいるの、上にいるね。あれ、アイラおばちゃん、アイラおばちゃんだった。分かってアースターナ、こんなとこで、てか、まあ、軍曹ってちょっと前に話したばかりじゃない。その顔を見ると20点が大変な時期だと分かっているような。アイラおばちゃん調子どう。いつの前軍人になってたの、あんなに戦いは嫌いよとか言ってたのになんとかね、朝起きる理由があるのはいいことね。昔いた家族がいなくなってブリークロックのことをつい考えてしまうの。素晴らしき日々のことを。なぜ20点に来たの。ここの調査よ、これが今の仕事、うん、よくデンスカーには母親のクマみたいにしつこくて離れないと言われたものよ。何かを手放したりしないって。今はパクトのためにその性格を利用してるわ。すごいことになってる。どのようにしてその任務についたの。私の不幸の後、うん、みんながパクトの指揮官に手を回してくれたの、うん、訓練の間仕事の内容について話し合った。自分にぴったりだったわ。なるほどね。ロリーはどうしたの。ロリーとかあの子たちはどうしたの。どうして私の広場に
重視の助けが必要には見えない。それにアイラと一緒にいるとしてもアイラの手を借りる必要もない。手を貸しに来ただけだ。私はアイラの友人。そう、だいぶ。そういうことなら二マルテにようこそ。うん、アイラと私はバルフォイエンで会ったんです。さては王者の矢か。そうだよ。ようこそ。ベイターネスが虫の教団の一員だったってことは秘密だ。二マルテンを混乱させたくない。なるほどね。今は彼を追跡中だ。こうしている間にも側近と王宮魔術師が虫の教団の手がかりを探している。ベイターネス、紙幣は虫の教団の信者なのか。自分の胸にしまっておいてほしい。二マルテンを混乱に陥れたくない。私たちは奴の後を追っているんだ。話した通り、側近と王宮魔術師が教団の手がかりを探している。調査はどうなっている。遅かったな。側近ボロディンは宿で町の人々に聞き込み中だ。王宮魔術師のゴルンは魔術師ギルドで虫の教団を調査している。うん。二人に手を貸してやってくれないか。分かった。できるだけのことはしよう。いつものやつ。私の宮廷では部下はいかなる問題にも悩まされるべきではない。私の広間に来る前にベイターネスの裏切りを予想すべきだった。うん、起きたことを詳しく説明してくれ。あまり話せることはない。ろくでもない男に個人的な会談がしたいと言われた。内密の話があるからってね。うん。二人きりになった時ナイフを抜いてきた。素手で鱗のついた首を折るしかなかった。ああ、なるほど。アルゴニアンなんだ。襲われる前に疑わしいものなかった。全く何も。あの鱗野郎に自分の蜂蜜酒を飲ませていた日を考えるとバカみたいだ。自分の広間でね。すごい怒ってる。いや、ノルドの女性だね。やっぱり首をへし折ってやったの。いや、アイラバちゃん、娘さんとどうしたんだろう。重視との会話は聞かせてもらったわ。側近が何か見つけたのか後に知らせて。わかった。みんなが気になるな。アイラバちゃんがここにいるの。じゃあどうしようか。酒場と魔術師ギルドの兄弟。酒場から行こうか。みんながいたりしないかな。そんなわけないか。ラナ隊長とかね、千軍曹とか。まだあれかな。あったことがあったか。ダボンズウォッチにいるのかね。あれしようよ。スパタカのあれしよう。こんにちは。こんにちは。あ、いた。わかった。虫の教団を探してるんだろう。ああ、そうだよ。ああ、ここにいるぞ。我々は皆虫の教団の信者。よし、じゃあお前らを殺す。全員な。ニマルテンのもの全てが虫を崇拝し、デイドラと踊る。では何もわからなかったんだな。重視は落ち着くべきだと学んだよ。問題の解決を遥か遠くから来た者に頼むのか。フィオラが自分の私兵と戦ったせいで。恥ずかしい話だ。おかげでニマルテンは悪く見える。新しい重視が必要だと思う。ありがとう。アギラ、誰だアギラって。そういえば冒険の始まりもこんな宿屋からだったね。にゃんこ。行きますか。魔術師ギルドな。シャリちゃんに仕事しろって言われそうだ。ちょうどよかった。メインストーリーが終わったらやりますんで。メインストーリーというかこの同盟のストーリーがやったらね、そちらの方に手をつけていこうと思ってます。まだまだ解決しなきゃならない問題がたくさんある。だ、同盟クエスト終わったら次はもう魔術師ギルド、戦士ギルドのクエストね。で、そしたらもうメインクエストですよ。ファイブコンパニオンズだね。
から。ちょうどいい時に来てくれた。毎回言ってくれるね。ずっと見てたよ、さっき。目の前いたの気づかなかった。で、どこにいんの？あ、いたいたいた。ゴルンドレンダ。ん？もう一回言ったの。出て行ってくれ、忙しいんだ。フィオラ獣士はあなたが虫の教団に関する持論を持っていると言っていたぞ。それを聞きたい。獣士はせっかちだな。そんな感じだね。もう少しで理解できそうだな。最初は並行したよ。教団はなぜこんな活気のない場所に来たんだろう、うん、教団は20点以外の場所にないものを見つけたのか。なんだろうね、何かあるかもしれないぞ。それはもっと調査しなければ。獣士の蔵書庫で本を見て確かめないといけない。できるだけ早いうちに蔵書庫で会おう。分かった、ありがとう。ゴル、調査はどうなっているの。ホイロ、どこにいるの。おいた、いた、いた、いた。ニマル店にいるとブリークロックを思い出す。ここの善良な人々はみんな危険に気づいていない。夫と息子を守れていたらよかったのに。何か分かった。ちょいちょいやっぱりまだ傷を負ってる感じするね。ボルティンは酔っ払いだ。ニマル店の全員が教団に所属していると言い張っている。あの人はバカよ。うん、そんな感じ。ゴルンは何か面白いことを見つけたの。教団が知りたがっていることを知りそうになったと言っていた。それはどういうこと。言わなかった。獣士の蔵書庫で本を調べなければいけないようだったぞ。何を知ったか知りたくてたまらない。ベイターネスの家を調べてくれない。獣士の間のちょうど南にあるから。あなたなら何も見逃さないと信じている。分かった、調べてみよう。ベイターネスの家を調べる。ベイターネスの家を調べに行って、地元の人々が詳しく調べたとは思えない。あなたなら信用できる。うん、ありがとう、おばちゃん。いろいろありますよね。このライリちゃんというキャラクターはスカイリムのね、狩猟の女神アイラをオマージュしたキャラクターであって、でこのゲームのアイラさんといえばね、アイラ・アースターナーの。なんならもう。仲間っていうか大事な存在なんですよ。戦員軍曹とかラナ隊長とかね。ダージは死んじゃったのか。そうか、ここにあるね、鍛冶屋とか。猫多いね、ここね。鍛冶台はあるんだ。焼き回し、合金の焼き回しってないか。カナディアのアザミ、闇の気品。ああ、これあれだ、これ崩しちゃう。今新キャラちょっと育ててまして、ペールの継承しちゃう。こんなもんでしょ。木工と縫製はないんだね。いいね。ノルドの火事場はいつも暖かいみたいなことを言ってたやついたね。で、ベイターネスの家、ここか。コンラ、コンラ。信者たちの噂は聞いたことがある？大変な時期よ、まったく。ここね、ベタルネスっていう名前なの、本当は。机、書類にはニマル天の衛兵がいつどこを巡回したか詳細が記されている。なるほど。チーズを盗むなっちゃう。テーブル調べる。このテーブルは上下には怪しいものはない。このテーブルの上下か。で全然テーブル見てない、ライリちゃん。カゴ。
このバスケットの中には怪しいものはない。何もないんだね。これは闇の任務。これだな。ちょっと待って、これこれ最後にしよう。トランク。このトランクには服の他に何も入っていない。どこにあるんだ。必ずあるはずだ。このナイトテーブルの中に怪しいものはない。これしかないな。なんか面白いもの入っててもいいんじゃん。いいんじゃんね。闇の任務、これだな。分かっとった。シンムールの力を解放するための鍵は霊魂だ。霊魂を探すには20点を拠点とする必要がある。フィオラが加わらないなら殺してしまえ。なるほどね。これでした。間違いない。お前は質問が多すぎる。何、何も質問しない。よし、ゆっくりやろう。ゆっくり戦おう。やろう。もうちょっと強いやつを送ってくるかな。相手にならない。この村にはまだアサシンがいるぞ。気をつけろ。中心に話そう。このことを。あ、ハイラバちゃんいる。殺人ですって。うん。わかったわ。どうしたの。会えて嬉しい。でも悲しい知らせがあるの。ゴルンが亡くなったわ。戦いの音が聞こえて。兵士と私が着いた時には手遅れだった。どこで見つかった。蔵書庫に砕かれたスケルトンが2体あった。虫の教団の仕業だと思う。でもどうやって衛兵の目をすり抜けてきたの。調査を手伝おう。最初は重視への襲撃、今度はこれ。兵士たちには防衛に対し積極的に役割を果たすよう伝えた。それで間に合うといいけど。アイラ、ベイダーネスの家で襲われた。教団ここにいると知ってるぞ。恐れてはいないでしょう。もちろんだ。ずっと強いままでいて、私たちはこの腐敗の核心を見つけるつもりよ。うん、行こう。増殖庫に行こう。どこだ。上じゃないな。いたいた。ゴルンは死ぬまで何度も繰り返し刺された。死体の下にはかすかに光る物体がかろうじて見える。隠そうとしていたようだった。発光するオーブを使う。どこで使う。ここでしか使えないのか。便利だな。マスタードレンドル、あなたの思い出はいつも記憶に新しい。何かご用ですか。なんだ。私はあなたに作られたものです、マスター。マジカの記憶マトリックス、大事な思い出を保存する場所です。最後の記録はどのようなものだ。調査結果、予想した通り、虫の教団は束縛した同胞団の霊魂を使ってシンムールに力を与える計画を立てています。なるほど。20点の下の墓地に集まっている証拠を見つけました。20点の下に墓地がある。足跡はこの暖炉から続いて。おや、まさかそれだけ。マスタードレンドルフ、同胞団に関するメモによると、強力な英雄たちを拘束し永遠のガーディアンにしたようです。この件については他のことは思い出せません。なるほど。ここを調べる必要がある。墓地。リフトの西部のノルドは20点の重視の間の地下に数千年かけて巨大な墓地を築いた。巨大化した理由の一つは、ある一族が他の一族と同じ場所に埋葬されることを拒むという事態が何度も起こったせいだ。なるほど。だから同じ墓場で。ん？私の仲間たちが20点を奪いに行く。お前が邪魔。正面から戦ってお前に勝てるかどうかは疑わしい。幸いその必要はないがね。何。
キンボロディンが黒幕だったってことだね。迂回せよ。これはさせん。どこに向かえばいいの、それで。わからない。これは？この扉はいけないの？いけない。食事食べてなかった。食事、これ食べるか。そうだね、うん、食事がないわ今。押し通る。トランク、これは死者のものだから手をつけてはいけない。何かあるな、そこは間違いない。最終的にはここに行かなきゃなんないんだな。このまままっすぐだな。あ、スタミナがなかった。あそこにもいるな。ここにお前を足止めしている間、重視には最後の勧誘を行う。もし断れば彼女は死ぬことになる。重視を勧誘するつもりだな、まだ。あ、側面から狙うのね。はい、ありがとう、わざわざ教えてくれて。
タミナがないな。あいつは最後だ。よし。まだあそこにいるな。全員やってやるよ。ボロティン、あれお前いいんだぞ。お前がそう言うんですけまだ避けられた。くらい。よし。そんな座り方すんの、ラリちゃん。なんかちょっとでも様になってるな。スクショを撮りましょう。はい。あれは開かない扉だね。あーそっか、あそこが出口なんだよ。なにこれ。これは完全に何かしらのバグですな。最近ちょっと多いんですよ。6月じゃない、5月の26日ぐらいかな。エルスウェアっていう、新しい、拡張ディスクか。うん。が発売されます。うん。それに向けてちょっとね、まあいろんな調整をしてるんでしょうね、裏で。そのために、多分、今、タムリエルにちょっとした悪影響が及んでいるという感じでございます。あれら、あれ？どうした？ピエロ女子。信者たちがどこからともなく出てきた。あえらが連中を率いていたんだ。教団に入るように要求してきた。驚いたよ。まさかあえらが。ええー。あえらどこにいる？わからない。切りつけたら。スキーバーみたいに跳ね回っていた。ここに残していってしまっても大丈夫か。黙って言ってくれ。出血していると感じるのはいいことだ。生きていることを思い出させてくれる。へえ、アイラボちゃんが闇落ちしていたなんて。どこに行ったるんだ。大丈夫か。彼女が水の方を向いてるのを見たんだ。水の方を向いてるのを見たんだ。いるぞ。大丈夫か。彼女は墓地に入っていって
墓地に入っていったんだな。よし、あるね。やだやだよ。ボルティンへの半分燃えたむ。命令通りゴルンは死んだ。私も死んだ気がする。彼の目に見えた動揺と苦しみが今でも見える。あ、そういうことか。アイラさん、アイラおばちゃんは全然ここに来るまで闇落ちしてなかったんだね。誘われたんだボルティンに。んー、ボルティン、自分で思っていたほどの殺し屋ではないのかもね。どちらにせよ、あの重視を片付けたら、私は教団ともあな、あ、え、あ、そういうことなんだ。うん。追ってきたら、私がまだ殺せることを思い知らせてやる。うん。ええ。縁を切りたいんだね、でも、一応。はあ、嘘でしょ。いや、トリンとか、どうすんだよ。あ、リトレックの、舞台捧げる歌。これねえ、ブリクロックでもある。あ、いた、アイラおばちゃん。これ大事に持ってたんだろうね、多分、息子を忘れないように。ピンクの子豚ちゃん。ウブキキ泣いて穴掘る。今日は一日頑張りな。明日には私のお腹の中だろうからさ。小豚ちゃん、なんでお前はそんなに美味しいの？母さんの鍋はどうやってお前を変身させるの？ある時は泥臭かったお前。その次はソブンガルネの、野原のような、色原のように美味しい。野原のようなに美味しい。あ、匂いか。野原のようなに、あ、そういうことね。うん、ずっと変わらないでくれ、いてくれよ、小豚ちゃん。姉妹がひばり散らすようになるように。母たちがガミガミあれこれさせるように。父たちがブツブツ不平を言うように、そのままでいてくれよ、おいしいままで。なんなのこれ。リトレック。お前が生きてたらどういう詩人になっていたんだろうか。私を殺しに来たのね。なぜそんなことしたの、アイラおばちゃん。デンスカーやリトレックを覚えてる？覚えてるよ、もちろん。忘れることない。カバナントの剣で血を流しながらどんな風に死んでいったか覚えてる？覚えてるよ。私は全部見ていたの、彼らが死ぬ様子をね。どれほど辛かったかあなたには分かりっこない。トリンはどうするんだ、残された。トリンとはほとんど会う機会がないわ。任務で出かけてるの。いずれあの子もこの虚しい戦いで命を落とすでしょうね。虫の教団は私が悲嘆に暮れている時にやってきたの。彼らはもう一度夫や息子に会わせてくれると言った。私はパクトに関する情報を流すだけでよかった。嘘だと分かっていたはずだぞ。かもね。それでも信じることにしたの。でも渡すのは秘密だけじゃなかった。魔王カズ教団に命じられたわ。彼らのためにゴルンとフィオラ重視を殺せって。トリンはこうなった私を軽蔑するでしょう、ね、だろうね。教団とはもう手を切ったけど、もう手遅れでしょう。本当に教団と手を切ったなら逃げろ。あなたは死んだと言っておく。何も言わずに行っちゃうの。悲しすぎる。ああ。お前は大切なものを失った。しかし彼らと再会する方法はある。時と地を越えて立証済みの古いやり方だ。我々に加わるといい。パクトの動きに関する情報さえ提供して、忠実でいればお前を愛する者たちを再会させてやろう。
マニマルコの名のもとに。虫の父サリク。アイラからトリンへの手紙。トリン、すぐに私についてひどい話を聞くでしょう。それが本当でないと言えたらよかった。でも本当のこと、間違ったことをしたのは分かってる。それだけは言える。失望しているだろうし、償ってあげることはできない。でもお願いだからあなたを愛しているということを忘れないで。ごめんなさい、母より。やろう。全然こんなことでは気が晴れん。悲しいね。宝箱、こんな時でも宝箱に目がいってしまう。かわいいな。ぴょんこぴょんこ飛んで。悲しい。では、アイラはこの件の多くの背後にいるということか。理由を知っているふりをするつもりはない。知りたいのは、君がアイラと戦うつもりかどうかだけだ。アイラ・アスターナは死んだ。大変だったか。大変だった。まあ、とにかく、助かった。ゴルンをはじめとする人々は、アイラに騙されて殺された。その復讐を果たしてくれたんだ。ニマルテンはもう安全だ。大きな借りができたな。ニマルテンにはもう虫の教団の居場所はない。アエラ軍曹を探していたんだが、重視が言うには彼女は虫の教団と戦いの最中に立派な死を遂げたと聞いた。ああ、そう言ってくれたんだね。ありがたい。助けが必要か。ついさっきパインピーク洞窟から戻ってきたところだ。虫の教団に待ち伏せにあったんだ。洞窟に研究者たちが拘束されている。最悪の事態になるかもしれない。分かった、今すぐ助けに向かおう。パインピーク洞窟。ということで今日はここまでにいたしましょう。このエボンハートパクト編、シャープ1から見てくださってる方は多分ね、アイラおばちゃん知ってると思うんですけど、まあ、見てくれてなくても、このゲームをね、エボンハートパクトでやった人は、まあ、アイラおばちゃんに多分、だいぶね、思い入れがあったはずなんですけど、うん、こんな結果になりました。というわけで、まあ、そんなことを言ってね、虫の教団のね、魔の手を、お話にしておくわけにはいかないんで、この後も続けていきましょう。というわけでお疲れ様でした。ごきげんさんなら、お疲れ様です。
Blood for